メッキ橋。指令が下るから次どこ行けばいいか。やっぱメッキ神社だったんだ。見てめっちゃ雰囲気あるじゃん。メッキバス。さすが鬼フライにし食べてるから。全集中、水の呼吸、二の肩、水車。はい、皆さんこんにちは。富山のタレント佐田ありさです。今回私はですね、富山県富山市八尾町にやってきています。あの大ヒットアニメ鬼滅の刃と実はこの八尾が深い関係にあるということで、早速行ってみましょう。見てください、あの信号のところ、鬼滅じゃなくてメッキ。そう、ここ八尾町メッキという地名なんですね。まさに鬼滅の刃聖地っぽい。富山を代表するね、立山連峰とメッキですよ。え、待って、やば、めっちゃかっこいいやん。メッキ橋、あの世とこの世をつないでるかのような橋ですよ。めっちゃ穏やかやし。11の方なぎ。このメッキ、あ、メッキ西とかもあるんだ。いいですね、メッキ探しの旅になりますね。これは Google マップで見ると、この用水からちょうどこっちがメッキ、こっからメッキの始まり。なんか鬼殺隊にこういうザコいキャラいるよね。雲にこうやって操られるやつとか。あ、なにこれ、祀ってるね。大きい岩をね切って鬼殺隊に入るシーンとかもあったから、みんなこういうところで修行してんだよ。もともとここら辺の地域が木とか雑木林とかでもう人が住めないような状態になってて、獣とか山賊とかの住処になってたんですけど、それを見かねた勇敢なお侍さんがそいつらを退治して、妖怪を退治して、ここを人が住める村にしたところから妖怪を退治するでメッキ村となったみたいですよ。で、今でも200人ちょっとの人たちが住んでて、今はもう八尾町になってるんですけど、昔はメッキ村とかメッキ集落って言われるような、そういったところだったそうです。あ、これ鬼滅ポイントじゃない、親方様、鬼滅ポイント。タンプラリーやってます、これ。あ、え、神社、神社じゃないですかこれ。カラスいる、カラスいる。あれはカスカイガラスやん。指令だよ、指令。指令が下るから次どこ行けばいいか言うから。なんなんだほら言ってる。次の目的地はなんなんと。なんかドラえもんみたいなやつ言い方。いや本当だもん、こんなのカスカイガラス。え、メッキ神社じゃないんだ、ね、え、神明社。鬼殺隊に入りたいから私もお参りしていこうかしら。大正15年、なんか独特かも。獅子、え、何これ。炭治郎が切った岩でしょ。切ってる切ってる。あ、でもなんか新しいかも。綺麗じゃないですか。待って、後ろにさらにちっちゃいなんか祀ってあるとこあるけど、これやん、こっちやん。メッキ神明社って書いてある。やっぱメッキ神社だったんだ。他にもあるかも、メッキポイント。いや、カスカイガラスも南南東って言ってたし、ちょっと南南東行きましょう。メッキポイント、柱じゃない。1、2、3、4、5、5人いらっしゃる。阿弥陀如来、なんか名前書いてある、それぞれに。やだ、ちょっとメッキ会館じゃんこれ。公民館、何なんだろう。親方様の屋敷だ。見て、めっちゃ雰囲気あるじゃん、メッキ会館。チキン、え、どういうこと。メッキ老人会、昭和49年6月、 OB 鬼殺隊 OB。 すごいもん見つけた。メッキバス乗ろうよ。え、1時間に1本どころじゃなくない。土日2本しか走ってない。これなかなか乗れないよ。富山駅前から来て空港に行ける。雰囲気ある。もう何もかもそういう風に見えるね。なんか鬼よけの花っぽいですね。出た、メッキ用水。すごい、メッキ用水、なんかちょっと昔からあるやん。メッキ用水分水ゲート、こういうところで修行するんでしょうね。水の呼吸を。弔いのお墓や。普通にいいスポットじゃん。あれ何なんでしょうね。どのキャラ好きかな。猪之助かな。猪之助はね、イノシシに育てられたんですよ。もうその時点で他の誰よりも辛い思いをしてきてるわけじゃないですか。一応ここまで行けるね。これお散歩コース、すごいね。ああ、十二気づきやん。春はなんか綺麗な感じ。え、何これ、水溜めとくとこですか。めっちゃ立派な発電所ですね。ちょっと公園っぽい、もしかして。この前仕事で炭治郎したんですけど、子供じゃなくて意外とおじいちゃんおばあちゃんに声かけられて、あ、炭治郎やねって言って声かけてくれて、写真めっちゃ撮られたんですよ、子供よりもむしろ。だから、あ、おじいちゃんおばあちゃんが好きなんやって思った。神通水力センター、あ、違った、残念。
薄島発電所だからメッキの次の駅の名前だよね。めっちゃすごくない？すっごい植えてあるやん。もうこれしか植えてないやん。まあでもやっぱここら辺とかの地域を回るんやったらやっぱ昼に来ないとね。夜は鬼だらけだからきっと。見てくださいこれ。 Google でね出てきたこれ、メッキシルキータウン公園っていう公園があるってことでやってきたんですけど、これこれ公園なの？これ何の植物？根津公開生看板とか立ってないね。住宅街の真ん中にポツンとある感じ。メッキの交差点の近くには自然触れ合い学習館っていうこういった建物があって、八尾のお土産とかあとパークゴルフができたりとかそういったスポットがあります。鬼滅グッズがないかちょっと探しに行ってみましょう。今ここだから、これがメッキ交差点で、川渡ってこれがメッキ西交差点、ここがメッキ村、メッキ集落。本当に狭いですね。メッキ商品鬼フライにし食べてるからメッキの人たちはさすが、鬼を退治するだけではなくて揚げてぺちゃんこにして食べるという。製法はですね、まさかの大阪市ですかね。売ってんの見たことないからね。これはメッキにしか売ってないよ。おばあちゃん好きそうな味。鬼の味。メッキの近くこんないい公園があるんじゃないですか。ほらのどかだよ。で鬼を倒して一回大阪に輸出して、大阪に提供してんだ。で逆輸入でしょということで、今回は八尾のメッキご紹介しました。すごくのどかでいいところなんですけど、街の至るところにメッキポイントがありましたので、鬼滅好きな人はぜひその鬼滅ポイントを巡ってみてください。この動画が面白いと思った方はいいねボタン、グッドボタンお願いします。チャンネル登録もお願いします。ありがとうございました。